例えば電話だったり、じゃあお相手にメッセージを送ったりした時に、本当に心から喜んで、うわすごい電話が来た嬉しいなとかね、 LINE がメッセージ返ってきた嬉しいな、なんていう風に返そうってやることが復縁につながると思っていますか？もしその考えのままであれば、あなたの復縁は失敗する可能性が高いんです。つまりお相手から逆に彼女側があなたからの連絡が待ち遠しくて、あなたからのメッセージが来るたんびに嬉しいな、ときめかせるための方法を使っていただくんです。つまりですよ、送っていただく文章としては、はい、本日もよろしくお願いします。立花事務局の中川敦です。ではこのチャンネルではね、あなたが冷却期間一切不要の最短最速で大好きな元彼元彼女と復縁してよりを戻す方法についてお話をしていきたいと思います。ぜひね、私たち立花事務局累計で13万4000人以上を復縁成功に導いてきた立花式復縁術のノウハウメソッドをこのチャンネルでは惜しみなく皆さんにねお伝えをさせていただいて、本当に復縁に役に立つね、復縁で生きる知識テクニックを手に入れていただきたいと思っております。今日も始まっていきますのでよろしくお願いします。ではね、今日の本題が、立場を逆転させて相手から追わせる、相手を追わせる鉄板の条件ということで、この条件が揃っていないと追われる恋愛ができないですよ、この相手を追わせたければこの条件は必ず押さえてくださいねというお話をしていきたいと思います。まず皆さんはこのチャンネルに出会うまでにね、皆さんは恋愛のことで悩んでいると思うんです。で、恋愛の悩みって90% が何か分かりますか？はい、お答えいただきたいですね。 90% 全く皆さん同じことで悩んでるんです。それは何かというと、相手の気持ちが分からないっていうことなんです。相手の気持ちが分からない、相手の気持ちが分からないからついつい深読みをしてしまうんですよね。もしかしたらこういうことで言ってたんじゃないだろうか、もしかしたらこれはこういう意味があったんじゃないだろうか。皆さんは LINE を見つめながら、そこに書いていない憶測の部分をずっと考えて考えて疲れていませんか？それ私かもって今手が上がった人、あなたに向けて今日お話をしていくので、まあ、その該当者の皆さんね、私なんで恋愛をすると好きになるとなんか裏の裏まで書いて苦しくなっちゃうんだろうとかね、辛くなっちゃうんだろうっていう人が、この動画で最後まで見ていただくとその理由が分かり、そして解決方法までちゃんとご提示いたしますので、本当に参考にしてほしいなと思います。僕がいつもね心がけているのは、復縁ってたった一人本当に大好きになれた人とどうやって真剣に付き合い続けていくのかの方法を手に入れていただく場所だと思ってるんです。だから復縁っていうことがきっかけで結婚に発展していくとね、すごく嬉しいなっていうふうに思うし、その復縁をきっかけにね、恋愛の素晴らしさだったりとか、恋愛のその楽しさっていうのをもう一度再認識してね、より深い地点で受け取れるようになると、皆さんの人生そのものが幸せで豊かなものに変わっていくなって思っていて、いつもね僕は皆さんにお伝えさせていただいているんです。ですから今日のこの復縁のね、相手に追わせる鉄板の条件を心得て、皆さんも日常の中で活用していただけるようになるとね、素晴らしいなと思うんです。で、話を本題に戻しますが、先ほど言ったようにね、お相手の気持ちがわからないっていうことでいつも振り回されていませんかと、その振り回されないために心得ていただきたいポイントがあるんです。それは何かというと、その彼女から来るリアクションに対してわざわざ一挙手一投足とあなたの感情をその一つ一つにリアクションを取らないようにする、これが条件なんですよ。あなたが恋愛でとっても素晴らしく豊かになっていくために大事な条件なんですよね。皆さんすごく感受性が豊か、そして素直、ね、ピュアなのに、ピュアな気持ちでお相手を見ていないから、横島なその憶測がネガティブな憶測に触れていったりとか、過度な期待に触れていって、お相手の正しい位置が見えないまま不安な中ね、恋愛を戦い抜かなきゃいけないと苦しんでいるはずなんです。僕の今言ってる部分がとても重要で、お相手の反応にあなたは影響されすぎているんじゃないでしょうか、影響を受けすぎているんじゃないでしょうか。例えば今の皆さんがその復縁したい元恋人からピュンってメッセージが届いたとします。元気してる？とかね、
今日お仕事お疲れ様、今何してるのとか、こういうメッセージがいつもと変わらない何か普段通りのメッセージがビューンってあなたの元に届いた時に、あなたはどんな反応を取りますか？お電話がかかってきてもいいです。メッセージが来てでもいいです。きっと素直にそれを受け取ると、うわ嬉しい、でようやくかかってきたとかね、うわ嬉しい、私にようやくメッセージが来た、どうしようって、こんな気持ちになるんだと思います。ですがこれ向こう側から考えたらですよ、自分のたかが LINE1 本、たかが電話1本に過剰に大喜びをするあなたを見ると、あれ自分と温度差を感じるようになるんです。温度差で、温度差を感じると向こうはどういうリアクションになるかっていうと、なんか一人だけで舞い上がってて、なんか俺置いてきぼりになってるな、なんか一人で盛り上がってて、なんかめんどくせえなこの連絡とかね、せっかくお相手が歩み寄った連絡であったりとか、お相手があなたとのコンタクトをする機会に温度差を感じると、なんだか別れた後の気持ちがより整理されてってしまうんです。でも皆さんは正しくお相手のね気持ち、反応を、リアクションをちゃんとつかめていないのに、いないのでですよ。ですから一挙手一投足にすごく過剰な反応してしまうので、過度な期待をするか、過度なネガティブな妄想に走るかによって、正しくお相手が見えていないから、より一層この温度差をお相手側が受け取りやすくなっているんだと思います。だからメッセージがうまくいかない、だからお相手がそっけない、だからそこから冷たくなったり連絡が続かなくなったりってするんですよ。気をつけなければいけないのは、今日僕が冒頭にお話した注意事項ね、該当する人に皆さんに問いかけたじゃないですか、あの温度差をなくしていくこと、その自分だけが相手の一挙手一投足に過剰な反応しないことがとても大切なこと。もしそうなりそうになった時には、相手の気持ちを整理する前に自分の気持ちから整理するととてもいいです。例えば僕は舞い上がるなって言ってるのは、嬉しいって感じる気持ちだったりね、まあ、もしくはあどうなんだろうって心配って思う、この不安な気持ちだったりね、それは自分が素直に整理をしてですよ、素直に整理をして、この自分の気持ちと向き合ったら、次にお相手の気持ちを見るようにしてみてください。なんでこういうメッセージが送ってきたのかな、大事なのここですよ。いいですか、今ここテロップ出してくださいね。ここ超重要事項ですからね。お相手がメッセージをくれた理由、お相手が電話をくれた理由、お相手が返信を返してくれた理由、全部ですよ。お相手の一挙手一投足には理由がありますからね。理由を考えるようにしてほしいんです。いいですか、理由を考えるです。相手がなぜこのタイミングでこの時間帯で連絡をくれたのか、 LINE をくれたのか、ね、なぜこのタイミングで電話をくれたのか、その理由を必ず考えるようにしてください。そうすると自分が、まあ、お相手の、ね、理由、なぜこういうメッセージくれたんだろうっていう理由が分かると、その温度感に合わせて返信が作れるじゃないですか。そのメッセージのやり取りができるようになるじゃないですか。相手に影響されるんではなくて、相手の気持ちに汲み取ってですよ、汲み取って、影響ではなく汲み取った行動に変わった時に、復縁への近道がバンって見えてくるようになりますから、超追わせるっていう恋愛の仕方が超絶簡単にできるようになります。これマジでやってほしいですね。鉄板の条件ですから。皆さんはきっとその恋は盲目って言われるように、相手の気持ちが分かんなくなっていませんかってことです。相手の今の気持ちちゃんと正しく読めていますか、相手がなぜ今こういう行動に出ているのか理由が分かっていますか、ここが分かっていないと、お相手の気持ちを読み間違えちゃう、読み間違えた気持ちに合わせた行動を取るから、さらに失敗しますよねってことです。分かりますか、この順番。ここがとても大事なポイントで、皆さんも復縁活動の時に恋は盲目、ね、本当に好きな人がいる時って自分は見えてるようで、見てるようでね、見えてない部分がたくさんありますから、この動画に出会っていただいたということは超チャンスなわけですよ。確かに私も恋は盲目、見失ってたな、彼の気持ちちゃんと正しく読み取れてなかったな、ね、彼女の気持ち正しくちゃんと理解し上げれてなかったな、
ここに一回目を向けてみてください。そうすると復縁のヒント、復縁の方法、今お相手がなぜ動いてきたのか分かると、そこに対する対策が打てるようになりますから、この対策が鍵ですよ。皆さんが復縁にステップインしていくために必要な部分になっていくので、そこを攻略していきましょうよということでございます。どうでしょうか、皆さん伝わりましたでしょうか。もしねこの動画を見て逆転させたいな、立場を逆転させたいな、相手に追われたいな、追わせたいなっていうふうに思う人ほど、マジ今日言ったことは鉄板の条件ですから、温度差を合わせる、ね、温度差が生まれる原因とね、温度差を合わせなきゃいけない理由と、そして最後にね、お相手に汲み取る、お相手の気持ちを汲み取る言動と行動が増えるたんびに連絡はどんどん増えていきますから、これ面白いもので、あの復縁活動で本当にめちゃめちゃ面白いもので、そういう風になりますので、ぜひ参考にしてほしいと思います。では今日の動画も参考になったなという方、いいねボタンよろしくお願いします。さらにもっと詳しく復縁の方法やテクニック、ノウハウを個別で知りたいという方は、 LINE で無料相談で受け付けておりますので、 LINE 登録してみてください。他にもね、登録していただくと無料の特典が3つもですよ、完全無料でお届けしますので、復縁マストアイテムですね、あなたの復縁成功確率を高めるための成功テクニックノウハウブック集がバーンとね、ドン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 と、これが全部無料でプレゼントされますので、ぜひタップしてお受け取りいただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までお付き合いありがとうございました。